両チームの選手たちが姿を現してまいりました。小野瀬が少しスピードを上げてそのままシュートに行きました。小野瀬です。スピードを上げてそのままシュートに行った小野瀬、最後は左足ハンダふわっと浮かせて面白いところでしたがキャッチしています。村上、いや今中島さん結構際どいいところにねボールが入ってきましたが、神田からさあ西田残す、西田狙っていきました。いやこの辺強さ見せましたね。しかも何かこう、はい、自分に入った瞬間もう自分がフィニッシュに行くんだという強い姿勢も感じさせる西田。前半のアディショナルタイムは1分です。宮城残す、まだ残す、さあ宮城が狙っていった。中盤ファウルを受けながらも、まあ、倒れずに、うん、まあ、パスコースも、ね、何個かあって他にも選択肢あったと思うんですけど思い切ってシュート行きましたし、ここを、ね、ずっと引っ張られながら、そうなんですよね、これ残してという。佐藤から岸田中に行きます。そして宮城も絡んでいく。おいしい、決めたのは大石です。山口が先制、大喜びの山口の選手たち、そしてサポーターです。先制点は山口大石から生まれました。しっかりと残留の順位でもしくは一つ上19位の順位で終えることができる。あっとしかしここは旗が上がりました。そうですね、はい、オフサイドもありましたけどセーブもしましたね。そうですね、これ最後そうですね、河村選手しっかり狙ってましたけど、は山口ですが愛媛もしぶとく拾っていく。今度ふわっと浮かせて遠いサイドの折り返しヘディングシュート決まった。同点有田1対1、途中から入った有田が決めています。競ってるんですけど、この2つ目はまあ、ボールを近藤のボール少し離れましたけどよく決めましたよね、この有田選手。最終的には有田が流し込みました。頭で ここは佐藤のディフェンスから結果的に大石、そしてラモスに入った。ラモス、いや、ここ白井が拾う、中を見た、送る、こぼれに反応した有田、また有田でしたが、なんとかここは村上が無難に外に出しました。セカンドボール、ここも寄せ甘いですし、ここもいけなくなってきているので、まあ、でも村上選手、ここ冷静でしたね。ワンプレーですかね。もうほとんど残り時間がない、このまま引き分けに終わってしまうのか。キープできたか、強引にここはラモス、まだ失わない、ラモス、そして加藤だ、加藤の逃げ足、パクソンスがキャッチしたところで試合終了の笛です。結
果的には1対1引き分けに終わっています。